それではボビー・オルゴン選手の試合後インタビュー始めたいと思いますよろしくお願いしますまずオフィシャルから質問です試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか本当に私は終わったんですかえランド、7ランドで,、ま、でやったっけ何人も覚えてないんですこれからリングに行くかなと思っているぐらいだから試合終わったんですか 終わっっったたたの結果はどうだった勝ったんだんよ <laughs> 信じられないまだに相手は手ごかった重かった作戦全て殺されてたからあのでも冷静にセコンドの,あの指示を聞いてここまでやりきれたんではないかなと思います。 えー、対戦相手の印象が違ったっていうのはやはり思った以上に強かった重かった重かった1一個出すたんびにすぐ距離を縮めてくれて次の準備する前にもう舌ついてましたね手ごわかったさすがレスリンだったから北村さんちいう男は一生リスペクトしていきたいと思ってますリングの上でちょっとこう 話を何かされていたような気がするんですけど、それは秘密ですか。いや、まあ、男話。男話。お互いに本当に、あの。毎次元化してたから、人気に上がるも、至るまで。の中で、あのインターネット上で。あの、なかなか僕は言ってないことを言った話になってて。でも、自分の男のプライドとして、それは許せないところがあって。 あの本当は試合まで大きくしようかと思ってたぐらいでしたから、本当にあのここで言う話ではないけど、プライド傷つけられてたから、でもその話でお互いに揉めて、大喧嘩して、それでリングの上でお互いにより仲良くなったので。 これからあの北村さんとはご飯行きたいと思ってます。ありがとうございます。ご実装してくれるでしょ。あ、今回勝利しましたが、今後、えー、ボビー選手がこういう格闘技の世界でどういう展望目標あるか教えていただけますか。あの本当に今回は未経時の旅だったから。 その旅の一環で立ち寄ったところがライジング舞台だっただけなので今後はあのこれからあの僕の得意分野として指相撲に戻りたいと思ってます指,指相撲どこに行けよ俺 <laughs> 指相撲の世界では俺 <laughs> <撲>チャンピオンと思ってるから <laughs> 本当にでも何にも考えてないからあの本当にこの勝利は応援してくれてた皆さん 信じてくれてた皆さん本当にご迷惑かけた皆さんにはあの差し上げたいと思ってますし今までかけたご迷惑も借りだと思って一生懸命働いて返しますボビーでしたマス<おー> <laughs> ありがとうございますその他ご質問<や>あ、そっ<あ> <laughs> ご質問ある方はい、ではお願いします 様とうございますテイクダウンされたあ、えー、とはなかなか立てませんでしたけどあれは下から、ね、何か狙ってたんですかそれとも重かったあパワーはありましたし、あのー、なかなか行こうとしてるところ行こうとしてるところに全部疲れてたから変なパワーを使って疲れるよりもある程度エネルギーを貯めて貯めて。 一個ずつあのフェイダウトできたらと思ってたのに、なんかプロみたいに喋ってんな。あくまでも素人ですよ。<laughs> 申し訳ございません、プロの皆様。<laughs> 最後、バック取ってチョークっていうのは得意な形いや、いつから俺チョーク取れるようになったのか。あれチョークっていうのとりあえずもう野生の缶で動いてみました。チョークなんだあれ。チョーク あなたは何で俺より技してんだよ。<laughs> <laughs> でも本当にあのこれは大げさでもないし大げさする話でもないから一生懸命あの本当に応援して,てくれてた皆さん信じてくれてた皆さんのために本当にあの差し上げるべきの勝利だと僕は信じてます。あとあの入場する時の手錠のパフォーマンスはどんな気持ちでやってましたか おいつ鋭いとこまで <laughs> <laughs> 聞くな。<laughs> えっとうん、昔の昔、あるところで手錠かけられたことあるので、あのでもムサイコかか、無さやかかけられてたから、<laughs> 言ってましょうかね。<laughs> まあ、パフォーマンスの一環だと思ってください。あそこについては、あんまりもう振り返り前, <laughs> 前に進んだほうがいいんじゃないですか。 もうああの件はあれで振り切るっていう感じですかいやあのー、みんなあれで思い出しちゃったと思うんですけどそうなのでもまあ過去は消せないんで起きたことだしそれを前に進むにはたまに思い出して笑えたらいいんじゃないかなと思います。 あとえっと改めてなんですけども次に試合するかどうかはもう全然わからない全く見当つかないしまずうちのお母さんも昨日からご飯食べれてないので心配で心配でだ早くこの勝利の発表をお母さんに届けたいと思ってますはいありがとうございますジョイありがとうありがとうございましたはいでは続いてお願いしますノビさんすみません その試合のことなんですけど、昔よく大晦日に試合してた記憶があるんですが、そうなんですか。はい。ご自身はなんか大晦日になると戦いたくなるみたいなのってのはないんですか。大晦日いつだっけ。12月31日です。分かってるよ。<laughs> <laughs> 31日本当にあの死、ー、にも望んでないね。 全く本当に理由なければ格闘技やるタイプじゃないから理由があって証明があればいくらでも信じてくれた皆さんもちろん応援してくれていない皆さんもあボビー頑張ってるじゃんと思えるような戦いは見せることはできたらいいだけなので証明なければやる必要もないと思うしあのー、今回も本当に番組の 一貫であの立ち寄っただけなので立ち寄ったからには当然爪痕は残さなきゃいけないおしなので男の男のプライドだけかけてやってきただけの感じなのでこれから強いぞ勝つぞっていうタイプでもないし本当にあの北村さんの同じのりを見たら 試合やめようかなと思って怖くなっちゃって <laughs> 本当に北村さんにもの勝利にもさせてあげたいぐらいなのであの試合これからというのは何にも計画はないという状況でございますわかりましたありがとうございますありがとうございますその他ご質問ある方いらっしゃいますか はい、最後のチョークの時に片足がかかったままであのなかなか決めづらかったと思うんですけどそれはもう強引に持っていけばあの決められると信じてやったんでしょうかうまず上になれば勝てる下になった瞬間一分量終わらなかったらどん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 自分が強くなっている上になればもしかして勝てるという自信がついてきたから。 ちょっと野生の勘で最後持ってった感じ技を決めるつもりなかったとりあえず上になりたいが一番だったからかつてちょっとかかってるなと感じたときにあともうちょっと振り絞っただけな感じ本当に技までそこまでわからないけどでもやられたことある技だなここ行ったらいけるなみたいなまあ なんて言うんだろう、うん、そんなプロプロポイかっこいいことではないって言いたいぐらいです。頑張ったと。一生懸命の結果、そっちに立ったという結果しか用はないです。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、ご質問はよろしいですかありがとうございましたこれからも一生懸命頑張っていきますんで。もし